兄貴、広島へ戻る支度はできておりますか？ああ、大丈夫だ。行こう。兄貴、まずはモレノに向かって使わさい。松永と高頭がわしらを待っとりますけ。でも頭、本家の連中もおやっさんを探し回ってるって話です。あいつらが俺らを見つけたら面倒なことになるかもしれませんよ。今はあいつらに構ってる暇はね。そうじゃ、連中がわしらに何ぞ言うてきよったら無理にでも押し通ったろ。相手が本家じゃろうが邪魔してくんならやるしかないで。おう、そこの踊りら止まれや。兄貴、あんならは本家の連中じゃ。やっぱり気流じゃ。それに広瀬んとこの子分じゃの。広瀬のじじいはどこじゃ。隠すとためにならんで。話だけで済まそうって態度じゃねえな。お前らに付き合ってる暇はねえんだ。出直してもらおうか。踊れ、なめとるんか、こら。Yeah!
踊れ、なめとるんかこら。モレノに行きましょう。いちいち小柄な連中を相手にしとったらキリがあれやせんで。なんだよおっさん。おっさん強そうじゃねえか。ちょうど暇しててさ、暇つぶしに付き合ってくれよ。
ぞ。なんてつ悪かったよ。
あるんか。もう謝っても遅いぞ。取らせやがって。兄貴、頭、ユータ、みんな無事じゃったんか。おう、当たり前じゃろが。ほうじゃけど、あの達川が殺されたユータリ、兵配置がどうたら、どえらい話ばかりじゃけ。わしも高城を無事心配しとったんじゃ。もう、なんじゃ、キヨちゃんまでおったんか。キリュウさんたちがここに来るって、高城くんから知らせもらったの。ごめんなさい、キリュウさん。私がハルト君を預かっていたのにこんなことになって。な、何を言うんじゃ、キヨちゃん。あんたの責任だなんて誰も思うてらせんわい。ほいじゃけど、何があったんじゃ。キヨちゃんはうちのおやっさんが坊ちゃんを連れていくとこ見たんか。何しても座ってつかさい。話せば長くなりますけ。夕方頃、スナックを開ける準備してた時でした。広瀬の親分さんがフラッとうちに来て、ハルト君の顔を見に来たんだって。親分さんが店に来ることは前からよくあったし、ハルト君もなんだかあの人には懐いていたみたいで嬉しそうに笑ってた。それで飲み始めてすぐ親分さんがタバコないかって言ったんです。でもちょうど切らしちゃってて、それで私ハルト君を親分さんにお願いしてお使いに。でキヨちゃんが店に戻った時にはおらんかったっちゅうんか。うん、それだけなのか。最初はハルト君を連れて散歩にでも出たのかと思ったの。でもカウンターに飲み台が置いてあって、親分さんの携帯に電話したら店に置きっぱなしだった。何が起きたのかその時はまだ飲み込めなかったけど、いつまで経っても親分さん戻ってこなくて、それで松永さんに連絡して優太君に電話したのはそのしばらく後。親さん、なんかいつもと違う様子なかったかの。うん、普段通り冗談も言っていたし、いつも通りの親分さんだった。飲み台置いてったとこ見ると、誰かに無理やり連れてかれたってわけでもなさそうっすね。カムロ町で俺はハルトのことで中国マフィアのボスローって男と話した。え？そのローがこう言ってたんだ。達川は
ハルトの父親じゃないと。そしてハルトにはカムロ町で抗争中の組織にとって何か重要な価値があるってな。じゃけ小清水の頭がおやっさん探しとるんも多分坊ちゃんを狙うてのことじゃ。ほいじゃあもしかしておやっさんハルトを誰にも奪われんように身隠したんじゃないかの。じゃったら清美さんに一言言うてってもええじゃろうが。キヨちゃんを巻き込みたくなかったのかもしれんで。いや、全部広瀬の親分に聞いてみないことには何もわからねえ。今確かなのはそれだけだ。くそ、おやさん、どこにハルトを連れ出したんじゃ。あの、キリュウさん、本当にごめんなさい。私がしっかりハルト君のことを見ていなかったせいでこんなことに。いや、あんたは何も悪くない。でもそれよりあんたには一つ言っとくことがあった。え？カムロ町で染谷とやり合ってな。多分あいつとはいつか何らかのケリをつけなきゃならない。あの人と桐生さんがどうして。染谷は東条会の六代目を罠にはめて無所に送った。はめられた六代目は俺が極道の世界に引き込んだ男なんだ。すまない。あの人と私はもう他人だから。だがあんたらの間には子供がいるんじゃなかったか。私はその子を置いて染谷から逃げたんです。私は昔から逃げてばかりなの。この町からも高校を出てすぐ逃げ出した。この何もない町がずっと嫌だったから。それで東京に行ったの。向こうでは初めから水商売だった。銀座のホステスをしてちょうどバブルの頃、それまで見たことないようなお金を稼いで東京の人間になりきっているだけで楽しかった。そのままあっという間に30歳、いろんな客を相手にして世間の裏まで知った気になってた。そして悪い客に捕まった。肩書きは不動産の社長だって言ってたけど、知らないうちに私は借金を背負わされてて、しかもその人の後ろにはヤクザがついていた。そのヤクザが染谷だったのか。ううん、違うの。そのヤクザたちから私を守ってくれたのが染谷。うん。染谷も客の一人だった。でも私が借金地獄に落とされそうになっているのを見て、その時染谷は何も言わずに体を張ってヤクザたちと話をつけてくれたの。
ソメイヤさん、どうしたのその格好。もうあんたがあの男に生き血を吸われることはねえよ。え、俺がなしつけといた。あいつはもう二度とあんたの前には現れない。東京から出てったよ。あんたにはもう借金もない。自由の身だ。しっかりしなよ。あんた俺よりずっと年いってんだから。私のためにどうして。キヨちゃん、あのソメヤとそがなことが。ナゴモ君、私のこと幻滅したでしょ。この町を捨てて東京でいい気になって騙された。バカな女だなって。ソメヤとはその後結婚してすぐに娘もできて、でもやっぱりあの人の女でいることは怖かった。子供のためにもヤクザから足を洗ってほしいって何度も頼んだけど、ソメヤ聞いてくれなかった。あの人がどこで何をしているか聞けば男の仕事に口を出すなと怒られる。そして私が誰かの血のついた服を洗わされた夜、ソメヤはその手で優しく娘の頭を撫でていた。私にはもうあの生活は限界だった。だからソメヤに黙って娘と一緒に逃げようとした。それをソメヤは許さなかったんだな。あの人には私が